演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーのチョコレートタルトを食べたいと思います。以前食べたアプリコットタルトと先に言ってた冷凍タルトの一つがこれです。これも結構重量感ありますね。どんなものなんだろう。ではまずは出していきましょう。もちろん解凍はすでにしていますよ。こんな感じですね。解凍しようじゃなくて、冷たいってことはないですね。まあ、冷たいなら持てるでしょう。チョコレートの色が鮮やかですね。美味しそうです。では断面図はこんな感じですね。ではいただきます。チョコレートが濃厚ですね。このチョコだけもっといっぱい食べてみたい。い先日のアプリコットタルトと比べるとクリームの量がやっぱり多くて食べ応えがあり、そのクリームも濃厚で苦みのあるチョコレートでとっても美味しかったです。ただタルトの生地の方は先日のアプリコットタルトの方が良かったかなと思えてしまった部分もありますね。まあ冷凍と常温の違いなので仕方のない部分もあるのかもしれませんが、生地とクリームの形からすると今回はこちらの評価とさせていただきます。冷凍で生地って難しいのかな。まあ焼くっていうのもあるんですが、おぼろ好き死を選ぶのや夜ばかり。まあおぼろ好きに守られてよくなるかもしれませんが。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。